陶月の頂点目指すってことは、君が思ってるほど甘くないかもしれないよ。改めて自己紹介させてもらおう。陶月十傑第七席、一色サトシだ。さあ、お次は相馬くんの料理を食べてみたいな。見せてごらん。君が皿の上に語る物語を。セントラルの皆さん、見てますか？ですね、俺の連れとか知り合い連中にちょっかいかけたら許さないっす。あんたらにとっちゃ俺たちは格下なのかもしれないっすけど、舐められてるだけで過ごすつもりはないっすから。売られた喧嘩なら買うし、容赦なく蹴散らしていくんで。例えば十傑の誰が相手でも。やろうぜ、直撃。直撃は受けてやれ。でも俺が欲しいのはメッツァルーナだけじゃない。お前が今まで奪ってきた99本も全部よこしな。はあ、ふざけんな。それじゃ割に合わねえだろうが。100本の道具に釣り合うリスクを。じゃあお前に負けたら料理人辞めるわ。料理人辞めるよ。リングに上がった時点でクビなんだぜ。なのにお前今直撃って言ったのか。うっ、別に寮の奴らのためじゃないっすよ。何？俺のため。極性寮は俺の料理を極めるための城なんだ。だから俺の寮は潰させねえ。受けろよ直撃。篠宮先輩、すみません。最後にもう一個だけ。陶月のあのルールって卒業生にも適用されるんすかね。何の話だ。直撃。直撃であんたを任したら田所の退学取り消してくんないっすか。